こんにちは、りゅうきです。今日は恋愛で悩んでいるときに楽になる方法というタイトルでやっていきたいと思います。恋愛で悩んでいる多くの人は、私が行く道はこの一つしかないと思っているのです。たった一つしか進むべき道がないと思っているのですね。例えば、彼はモラハラだけど新しい出会いなんてないだろうから彼を逃さない方がいいとか、年齢が年齢なので今通っている結婚相談所で婚活するしかないとか、旦那は浮気ばかり、でも私一人だと生活できないから旦那とこの先もやっていくしかない、このような感じです。ですからとても辛くなってきます。気持ちはよくわかります。焦っている時って一つの方法しかないような気がしてしまいますよね。そしてそう思えば思うほど余計に焦って辛くなってきます。皆さんにもそんな経験はありませんか？僕にもそんな経験があります。ですが、そんな時、そんな焦りを緩和する方法があります。それは逃げ道を想定するということです。実際にそれをしなくても想定するだけで大丈夫です。もし先ほどの彼はモラハラだけど新しい出会いなんてないだろうから彼を逃さない方がいい、このような方であれば、一回彼と別れて出会いアプリで優しい他の彼を探すのもありだよね。彼だけが男ではないし、別れがあれば必ず出会いもあるから、というような逃げ道を一つ想定するのです。逃げ道は何個でも構いません。会社の後輩の男の子、私のこと気にかけてくれてたな。彼と別れたらご飯にでも誘ってみようかな。このような逃げ道でもいいのですね。そんな逃げ道は実行しなくても想定するだけで大丈夫です。なぜなら逃げ道を想定することで気持ちに余裕が出てきたりしますので。ですから恋愛で私にはこれしかないんだと思って悩んでいる方は、逃げ道を作るということをぜひお試しください。自分で自分の幸せになる道をたった一つに限定しなくてもいいということです。あなたが幸せになる可能性は無限大だからです。恋愛で悩んでいる方はぜひ参考にしてください。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そして今 LINE 登録をしていただけますと、宇宙の法則と男性心理をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーの音声動画をプレゼントさせていただきます。動画下の説明欄よりご登録ください。それではまたお会いしましょう。あなたの幸せを心よりお祈りしております。